僕は建築家の隈研吾で、で今僕らは、ここ今東京のオフィスですけれども、あと、パリと北京と上海に事務所があって、今は20カ国ぐらいの国でいろいろな仕事をして、このコロナがなければ大体僕はずっと世界中を回っているわけです。僕は建築のカットンとして、心がけていることはやっぱり自然を大事にするということを心がけていて、自然の素材をなるべく使いたいと思っているし、それから周りの自然との調和のある建築を作りたいと思っていて、それが僕が建築家として他の人と違うところだと思います。僕は1954年に生まれたんですけども、僕の、生まれた育ったうちは1942年にできた木造の古い建物で、すごく小さい建物だったんですけど、当時の日本の典型的な木の家だったんですね。で、畳があって、それから障子があって、それがやっぱり僕のその子供の時の一番重要な体験で、やっぱそういうその体育空間の小さいけれども優しい空間の良さっていうのを知っていたので、それが今の僕の作る建築にすごく大きな影響を与えていると思います。そうですね、僕が建築家になろうと思ったのは、1964年に第1回目の東京オリンピックがちょうど僕が10歳の時に来て、それで、オリンピックのための、水泳の建物を丹下健三という建築家が作って、それを父親が連れてってくれて、あまりにかっこよかったので、そういうものを作る人になりたいなと思って、それの日からずっと建築家になりたいなって夢見てました。丹下健三っていう建築家はいつもその何か時代が求めているものを探して建築を作っていて、64年のオリンピックの時はすごく時代がモニュメントっていうものを求めていて、でそれは彼はすごくモニュメントをそれをうまく作ったわけですね。で僕もやっぱり丹下先生と同じように、やっぱその時代が求めているもの、時代が必要としているものを建築にしたい、そういう意味では、影響を受けてますけども、丹下先生の時代と僕の時代っていうのはある意味ですごく逆の時代なので、そういう意味では違うものを方向に行ってるかもしれないですね。そうですね、僕はいつもその場所を大事にして建築を作りたいと思っているので、その場所を構成しているものは、例えばその場所の近くにどんなに緑があるかとか、どんな山があるかとか、そういうものをうまくこう建築っていう形に翻訳したいなと思ってるんですね。だから今回はルイジアナ美術館のからの質問なんですけど、僕はルイジアナ美術館が実はものすごく大好きなので、僕が、今から30年ぐらい前にルイジアナ美術館を訪ねて、その時はルイジアナ美術館もっと建物が少なくてもっと庭が大きかったんですけど、本当にこういうようなその環境と調和したもの、その場所と調和したものを作りたいなというふうにその時思いましたね。自分の生まれた家が木造の小さい家家だったっていうせいもあるんですけども、やっぱり僕の世代の建築家がやるべきことっていうのは、コンクリートに代わる素材を見つけることだと思うんですね。だからコンクリートっていうのは本当に20世紀の工業化社会にはすごく重要な素材だったけど、これからはやっぱり人間はもっと違う環境の中で、違う建築の中で生活していかなきゃいけないと思っていて、コンクリートに代わる素材として僕が一番興味があるのは木ですね。木っていうのはその人間は昔森から出てきた時から人間は木っていうものと親しく付き合ってきたので、人間にとって一番古い友達が木だと思うので、やっぱ木っていうのが一番これから可能性のある素材だと思ってます。そうですね、僕は木がものすごく好きだけども、竹もたくさん使っていて、木と竹って基本的にはやっぱり同じような仲間なので、木の中でも杉を使うこともあれば、ヒノキを使うこともあれば、オークを使うこともあれば、その中の一つとして竹も使っているって感じですね。僕は、その人間っていうのも一つの
生き物だと思っていて、でその生き物がどういうふうなその家に住んでるか、その時に鳥の巣なんかのことはすごくこう関心があるんですね。でも身近にある材料を集めてきて、その簡単にこの自分の家を作っている。だからなんかその家の原型はある意味で巣にあると思うんですね。だから僕の建築が鳥の巣に時々にいるのはやっぱり僕はそれに関心があるからだと思いますね。まあ、僕はそういう、まあ、その場所に調和した建築を作ろうっていった時に、まあ、昔の日本の伝統的な建築のことがすごいヒントがもらえるんですね。で日本の伝統的建築っていうのはやっぱ建物はすごく小さい、それから建物はすごく低いんだけど、やっぱり周りとの環境と調和しているので、今見てもすごく魅力的なものに感じられるので、その調和のための技術みたいなテクニックみたいなものは日本の伝統建築からたくさん勉強してますね。まあ、日本の伝統的建築の中で僕が一番興味があるのは屋根の作り方なんですね。で屋根を作ってきて、その深くこうひさしを出してきて、その下に影ができる。でそうするとその影がなんか人間を安心させる、それからその影のところからこう光とか風が抜けてくるみたいな、そういうことが僕の建築の中でなんか何度もそのやり方は繰り返されてますね。まあ今この僕らはひどいパンデミックの状態の中にいるわけですけども、やっぱこのパンデミックもその地球温暖化が非常に進んできて、今まで人間の世界に入ってこなかったようなウイルスがどんどん入ってきてるんですね。で今のその CV19 っていうの以外にももう何百種類ものウイルスがもう実はもう周りで待ってるっていうふうな医者もいるし、やっぱり僕らがその地球環境をどんどん壊してきた結果がこういうパンデミックになってると思うんですね。でやっぱりそれに対して僕らはやっぱり本当に地球環境を壊すのは僕らの命に関わる、自分の命に関わるってことを今まで考えてなかった。で地球が周りが暖かくなっても空調して自分の部屋だけ冷やせばいいっていうすごくエゴイスティックな考え方を持っていたと思っていて、やっぱ僕らはこれから考え方を完全に変えるべきだと思いますね。やっぱそういう僕らが考え方を変えるすごいチャンスが来たっていうふうに逆に思いたいですね。やっぱりこれの今のパンデミックをきっかけにして、僕はある意味人間のこういう歴史はもう一回新しい折り返し点、やっぱりこれはすごいターニングポイントだと思いますね。そうですね、このパンデミックの後、僕自身もやっぱり自分の建築のスタイルを もっとこう自然に優しいものに変えたいっていうふうに思ってるんですね。それから今回特に思ったのは、やっぱり人間がその生活する道とか、それからその公園とか、そういうところがこれからすごく重要になってくると思いました。それは今まで その建築の中だけ良ければいいっていう考えではなくて、やっぱりこれから人間はもっと自分で自然の中を歩くようになる。そうすると歩く場所、それは歩く場所がほとんど街の中になくて、もう自動車の場所しかない。もっと我々は歩く場所とか人間が外で気持ちよく休める場所、そういうのを大事にデザインしなきゃいけないなっていうふうに今回強く思いました。まあ、僕がデザインしたオリンピックのスタジアムっていうのは、丹下健三が設計したオリンピックのスタジアムがコンクリートの、それからやっぱり形を大事にしたスタジアムだったのに対して、今の時代が要求しているもの、今の時代の人が必要としているものっていうのは、もっとその形が面白いっていうんじゃなくて、調和しているもの、森の中に溶けているようなものが大事だと思ったんですね。だから材料的にも森と一番調和する材料として木を選んだわけだし、形もそのこうひさしっていうものを作っていって、そのひさしの下に影を作っていくことがやっぱり森と調和するやり方だろうと思って、ひさしをうまくデザインのモチーフにしてデザインしたんですね。なので、僕らが、あの建物に込めた思いは、今の時代が調和の時代だってこと、なんか人がこう特別なモニュメントを求める1960年とは違って、
環境と調和することを求めている時代だってことを、あのスタジアムを通じてやっぱり世界の人に分かってもらいたいなと思ったんですね。まあ、あのオリンピックの競技場っていうのは、あの明治神宮外苑っていう東京の中でも一番その大きな森の中にあって、でその森の中にマラソンランナーが帰ってきて、その森を抜けてスタジアムに入ってくるっていうところを僕は一番見たかったんですね。でやっぱりスタジアムだけじゃなくて、その森の中を走ってきてそのスタジアムに入ってくるっていうところを見たかったから、あれが札幌に行ったってことはすごくあのがっかりしましたね。まあ、僕らは今あの元ペッパーアイランドだったところに、ウォーターカルチャーセンターを今設計中なんですけれども、あの場所っていうのはコペンハーゲンの中でもすごく大事な場所、 ある意味あのコペンハーゲンの中で一番水を感じられる場所だと思うんですね。なので僕らのは単にそのスポーツをあのする場所としてデザインしたわけじゃなくて、なんか水を感じて水と一体になってる感じが味わえるようなスポーツセンターにしたいと思ったんですね。で、あの場所だったらちょうど目の前にこう運河があって、そういう水をこう直接なんか感じることができる場所なので、その感じるってことをテーマにして建物の窓の大きさを決めたりとか、建物のセクションを決めたりして、あそこでスポーツする人はスポーツを楽しむだけじゃなくて水と一体になれる、でそういうなんか他のスポーツセンターとは全然違うものになると思いますね。そうですね、まあ、僕はあの今あのアンダーハンス・クリスチャン・アンダーセン のミュージアムを設計したり、村上春樹ライブラリーを設計したりしてて、やっぱりなんか文学っていうものとかあの関係したものを結構最近設計してるんですけれども、文学と建築ってすごく似てるなと思うんですね。やっぱり文学も建築も人に夢を与えるもんじゃなきゃいけないと思うんです。ただそのプログラムをあの解決するというだけじゃ建築というものはやっぱり世の中からこう必要とされないと思うんですね。その建築に入るとなんか特別な世界があって、でなんか日常の世界とで体験できないような特別なものがそこに行くと体験できるっていった建築を作りたいな。でそういう意味で僕は自分がやってることが村上さんが小説の中でやろうとしていることにすごくなんか似てるんじゃないかなっていうふうに思うんです。だから僕自身がその村上さんの小説を読むのは大好きで、それはやっぱりその違う世界っていうものをすごく精密にこう彼はデザインできる人だと思っていて、僕も同じようにして違う世界っていうものをデザインできたらいいなと思ってます。僕が今設計している村上春樹さんのライブラリーなんですけど、そこで考えたことは、そのライブラリーにどうやって入っていくか、そこのライブラリー特別な世界の中に日常の世界からどうやって入っていくかってことを一番深く考えたんです。で、それは村上さんの小説を読むと、その日常の世界から夢の中の特別な世界にふわーっとこういうふうに切り替わって入ってくるんですね。で、その入り方がそのトンネルみたいな空間を使ってそこの世界にふわーっと入ってく。で、その村上さんの小説の中にそういうトンネルみたいな空間はいろいろあって、こう縦のトンネルもあるし横のトンネルもあるし、いろんなトンネルがあるんだけど、僕もその今回 の村上さんのライブラリーの中でそういうトンネルみたいな空間をいろいろ用意して、そこを通ると違う世界にみんなが入っていったようなことになればいいなというふうに思ってやってます。僕ら今設計しているハンス・クリスチャン・アンダーセンミュージアムではオデンセの街っていうものにの彼の生まれた家のところに作ってるんですけど、その彼の生まれた家が行った時一番びっくりしたのは、すごく小さいところに住んでた。で、彼の家はそんなにお金持ちじゃなかったから、本当に小さいところで本当に小さいベッドで生活してて、あ、こんなところに生活してたのにあんな大きな世界を描けたんだ。で、僕らのハンス・クリスチャン・アンダーセンミュージアムも外から見るとすごくちっちゃくて、周りのオデンセの家と同じような大きさに見えて、でも中に入るといろんな空間が広げてる。で、そこのなんか小さいものと大きな夢のギャップみたいなものを、そこを作れたらいいなと思って今みたいなデザインになってるんですね。
まあ、僕はその本に関係した建物、例えば図書館とかを設計するときに考えることは、やっぱその中の空間っていうものが、やっぱ僕ら その日常的なオフィスのような空間ではなくて、もっと特別な空間、例えばこの前設計した梼原っていうところの図書館は森の中にいて本が読んでるよ、森の中で本を読んでるような空間を作りたいと思ってデザインしたんですね。でなんかそうしたらば、本当にその子どもたちがその森の中の空間のことが大好きで、もう子どもたちずっと一日そこで遊んでるらしいんですけども、まあ、そういうふうな特別な場所を作ってあげるってことが、やっぱり本の空間には必要なんじゃないかなというふうに思います。今もう一つやっているプロジェクトは角川書店という本屋さんのための、ミュージアムとライブラリーが一緒になったものなんですけど、それは今度は巨大な岩みたいな形をしているんですね。でなんかその建築なんだか本当に自然の岩なんだか分かんないような形をしたものを作ってみて、でその中に入っていくと、今度はそこは完全にその迷路、これラビリンスみたいになっていて、なんか自分がどこにいるのか分かんないような、まあ、そういう世界を作っていて、それは多分その僕らが角川の作ってる本を読んだ時に体験するような、なんか迷路みたいな、こうなんかよく分かんないんだけど面白いみたいな世界がそこだと感じられることになると思いますね。まあ、僕が若い建築家にアドバイスしたいことは、世界の果てを見に行ってきなさい。でやっぱり今僕らは大体大学も何もみんな都市にあるわけですけれども、やっぱり世界の果ての場所には、全然違う場所があって、全然違う視線があって、そういうものを若い時に体験するかしないかで、その後の人生はすごく変わると思うんですね。僕自身はやっぱり大学の時に一番自分が変わったと思ったのは、サハラ砂漠のところに調査に行って、2ヶ月間でそのサハラ砂漠の周りをこうずっとその集落村を調査して回って、その体験が自分を変えたと思うんですね。だからそういうなんか世界の果てを見るということを、今の若い人たちにもぜひやってほしいと思いますね。